いきなりひでチャンネルどうもこんにちは高島でございます今週も一ついきなりひでチャンネルよろしくお願いしますえ実はですね収録しているのは先週の火曜日でして、えー、火曜日の時点で私が最初に物を言いたいのはやっぱり昨日日本記者クラブで大谷翔平さんのね記者会見が行われていや さすがですね。27歳でしょ堂々たるもんですね。参加した人が僕にメールくれましたけども、もうパッと入ってきただけでね、なんかその存在感たるやですね、なんか他を圧するようなね、別に力んでるわけではないんだけども、オーラがあるということで、ワイシャツ、背広、ね、多分質のいいものなんでしょうけども、 いやー工夫してきたな、ね、おしゃれなんだな、というような印象はですねえ、特にありませんでしたね。えっ、ー、と、鶴見、横浜のね、ごっちゃんという61歳の方から、大谷くん、どうしてそんなに真面目なのっていうのがね、来てまして、いや、本当そうですよね。昨日の夜の、昨日の夜っていうのは、 あの、先週の火曜日、今収録しておりますからえ、ついそう言っちゃうんですけども、先週の月曜日の夜9時からの NHK のニュースなんか見てるとね、YouTube でもね、もうほんと、いの一番随分前に紹介しました。例の、大谷翔平くんの高校1年生の時のマンダラシートですよね。なんか目標設定みたいなやつ。それをね、えー、いろいろやってました。で、ゴミを拾うとかね。 そういう映像もね出しましてだけどねこの鶴見のごっちゃんという人が言うように大谷君どうしてそんなに真面目なんですよねいつもついて回りますね日本ハムにいたんでしょ中田翔平さんとね同じチームメートであったわけじゃないですか喧嘩はしなかったのかね聞かないところを見るとね栗山監督あたりが言ったんでしょうかねお前大谷だけには手出したら許さねえぞ あそんな言い方しないか、あの人は。<laughs> わかんない。なんか、当たりを払うようなところはあるのかもしれませんね。中に入るとね、大谷翔平選手もね。うん。いや、しかし、真面目ですよ。だって、昨日だって、あ、先週の月曜日のね、えー、日本記者クラブの会見だって、まあ、誰か聞くなと思ってたんですけど、そのお金どうすんのね、えー。たくさん稼いでって。今はまだ序の口ですからね。稼ぐ額も。なんか、 カリフォルニア州というか、ロサンジェルスの方は、えー、税金が高くて、えー、半分ちょっとは持ってかれてしまうと。だけど、それ以外は使うことないんでね、えー、たまる一方ですんで、<laughs> 面白いこと言うよね、あの人もね。うん、本当にそうなんでしょう。で、またね、親がいい親でね、息子にたかったりしないんでしょうね。だから、あの、貯金されてんの、えー、金額も、当にも見たことないんじゃないですか、きっと。えー、とにかく、 目標、目標、目標と、えー、断るごとに、えー、言ってまして。で、今年の活躍は、調子悪いときも含めて、自分では満足してるけども、もう来年、それからもっと先を見てますよね。だいたいね、私も古い話ですけども、昭和40年代のね、ジャイアンツ V9 時代のプロ野球の取材、いろんな人しました。ね。だいたいね、 活躍して、わーっと儲かるとね、舞い上がるところありますよ、みんな。うん。必ず、ええ、当時、車買う。車。それもこう、どーんとでかいね、外車ですね。うん、へえ、こんな車あったんだ。なんていう車これって。これですかカマロですなんて。<laughs> カマロってこれなんだとかね。いやいや、そういうのがね、当たり前でしたそれから必ず、あの、選手によってはね、あの、騎兵の、 ネックレス、純金の、重いやつ、ね、上へ重いって首にかけてるだけで、そういうのを買ったりね、それから、まあ、パーマをかけたり、大体いいなんかね、あの、やることはそんなもんでね、あれだけ一世風靡した野村克也さんにしてもですね、あの、野村監督夫妻を一度スタジオでインタビューしたことがありますけれども、あの時はもうサッチーがね、野村さんのことケチョンケチョンでしたね。 えー、あの、南海ホークスのね、えー、プレイングマネージャーやってて。で、まあ、石持て追われるような感じになるわけですけども。私の時の、この人ね、私の時、ほんとひどいのよ。ね。なんか、パンダのマークがついたセーター2枚持って、入ってきてさ、なんつって。いえいえいえ。それから先、旦那はむちゃくちゃ稼いだからね、察知は文句はなかったでしょうけども。いや、だいたいあの野村さんにしたってですね、そんなもんなんですよ。買うものといえば。 結構買い物好きですよね。急にお金が入ってくるわけですから。だけどね、大谷翔平さんにはね、そんな片鱗も見えないという。ね、それで今年の活躍はもう過去の話になってて、先週の金曜日に多分 MVP 取ってると思いますけども、取ったんですよね。きっとね。今まで史上何番目ぐらいの高得点で MVP を取ったのか。で、彼はもう来年を見据えてて、その MVP にしても 先週の月曜日のね、記者会見では、もう熱烈に待ってるという感じは全くないと。くれるんだったら、まあいただいておくけども、もう自分の気持ちは来年だと。これすごいですよね。それでよく、ああ、正直に言うなと思ったのは、少年野球ファンの憧れとか、ね、なんかいろ言われるじゃないですか。そんなつもりでやったことは一度もないって言ってましたね。だからまあ、 その少年が自分のことを憧れてね、やってくれるのは嬉しいけども、でも自分としてはね、グランドで、えー、そんなことを思ってですね、俺の活躍を見て少年たち、夢を持てみたいな、そんなつもりではやってませんと。非常に正直です。ね。いやお嫁さんに行きたいと思った若い子はいっぱいいるでしょうね。うん。<laughs> どうなんでしょうかね。 結婚なんかまだまだ先だというようなことを言っておりました。うん、そうならざるを得ないようになるんじゃないかみたいなことを言っておりまして、なんか決められた人がね、出てきたら、まあそんな風にするんでしょうね。目標値、高く掲げる翔平君目黒の、えー、この人はですね、沢山さんという人ですね。38歳の方。これは女性だと思いますけど、目標値、高く掲げる翔平君 いいですね。でね、もう一つ、えー、今日やりたいのは、今ちょうど大相撲のね、最中ですけども、白鵬さん。見ました引退して、間垣親方になってね、最初の場所ですよ。城内警備員やってましたね。あれが親方修行の第一歩なんですけどもね。ええー。あれ誰だよく見りゃ、白鵬警備員。あれ誰だ よく見りゃ、白鵬、警備員。<laughs> これね、ほんとそうですよ。私、テレビ見てて、花道が映ってたんですよね。東にしかわかりませんけどそれ、ね。遠くの方にね、マスクした。あれこの格好、うん、体格、え、見たことあるぞと思ったらね、ずーっとレンズが寄ったらですね、白鵬さんなんですよ。親方になるについては何項目か。相撲協会となんか厳しい約束をしたわけでしょ。 だから、あれだけ優勝した大横綱であってもね、親方一年生はですね、まず警備員から始まるんだと。ね、親方修行の第一歩は、そんなことこんなの嫌だと言ったらお前は許さんぞと。だからそれは教会の法則に従いなさい、規則に従いなさいみたいな一行もあったのではないかと。前にも言いましたけれども、銀座日本橋あの辺りにね、白鵬部屋を作るって言ったでしょお金ももう相当溜まってると。もう弟子も来てると。 えー、それまでの任の一時というか、教会を支配するまでのね、なんかそんな気配も感じましたよね。ねえ、あれ誰だ、よく見りゃ白鵬、警備員と。白鵬さんについてもね、えー、こんな戦略もいただいております。横心も白鵬引退、肩透かし、えー。白鵬が引退してイチャモンつける相手がいなくなった横綱審議委員会。 白鵬をヒールにして文句をつけていたから、テレビでもよく取り上げられていたんですが、今場所はですね、そうです。えー、場内ね、えー、警備員なんかをやって、はい、ほとんどテレビにも映らないんですけど、文句のつけようのない横心ですという。<laughs> 当たってますね。えー、ヒールの時代は白鵬だ。その前は朝青龍だ、えー。いろいろターゲットがありましたんでね、騒いでましたけども。うん。ま、今度は誰が、 え横のでですすねねターゲットになるんですか、ね、私はあの、千代の富士さんがですね、警備員になった時にね、本当にね、テレビに映ったのを見て驚いたんですよね。だってね、誰しもしなきゃいけないとか言ったって、その時も僕言ったんですけど、放送で、あの巨人を引退した長嶋修行さんがですよ、我が巨人軍は永久に不滅ですって言ったね、ええ しばらく経ってから後楽園に行っとろ。あ、ダメ。そこはね。ダメですよ。その席はね。はい、はい、はい。はい、場内係ってね。<laughs> やってたらね、これしらけるでしょう。解説の北の富士さんはこれはしょうがないとおっしゃってましたけれども。なんかね、みたいな。もう全部、教会の中の元力士で、え固めてるんですよね。相撲協会というのは。だから、外からもね、そういうの入れない。場所に行った方だったら覚えている通り、 あの、軌道をね、こう、切符切る、もぐりだって、あれもっとみんな関取りですから、ね、こんなでかい人ばっかりうん、うん、うんってね、で、それで取り組み表が、うん、うんってくれたりしてね。えー、いそばこそもあったもんじゃない。私はああいう警備員で笑ったのは、やっぱり相撲協会とスペースワールド製鉄会社がやった。新日本製鉄。ね。ワンレン、ワニンレンって言うんですよ。なんかね、制服着たおっちゃんがね、切符切てん。ワンレン、ワニンン。あ、何言ってんですかって言ったら。 あの、業界の言葉で、現場に行くときは、ご安全に、ね。今日も安全に仕事してください。現場ですから。それがもう口癖になってるんです。そうですか。来たお客さんよくわかんない。何言ってるのかわかんなくて <laughs>。そんなことがありましてね。え、話が飛んでる。あ、そうなんです。え、それが私の特徴で。今週も一つ、よろしくお願いします。え、いきなりヒデチャンネル。え、まあまあね、一部で好評を博しておりまして。 えー、まだやめません。はい。えー、しばらくっていうかね、えー、楽しくやっていきたいと思います。今日は大谷翔平選手と、それからね、えー、親方1年生の白鵬さん、ね、中心に取り上げました。川柳浮かびましたら,こちら、こちらこちら地名もこちら、えー、数々のご意見も全部こちらでお待ちしております。では今週もよろししくお願いしますあ 明日、明後日、しあさってと3日間はですね、そうなんです。ちょっと理由がありましてえ、明日ちゃんと説明しますけれどもね、ゲストが登場いたします。お楽しみ。では、今日はこの辺で。